で、ロスインゴガラビだと、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合があるとわけでございまして、うんうん、高橋宏夢選手がこの度、うん、チームに入りました。どうでしょう、まあ、同じチームに、宏夢選手が入ってきたということに関して、うん、まあ、特に同じジュニアということでね、武士さんはどのように受け止めておりますか。まあね、正直、まあ、入ると思いましたけどね。あ、もうこれは入るなと、うん、そんな予感はしてたかな。まあ実際、まあ、仙台のリングでね、はい、まあ、あの内藤ルーシュの試合見てたんですよ、はい、まあ、3人でね、うん、で、まあ乱入して入ってきたわけじゃないですか、はい、入ってきた時点で内藤ルーシュ組には触ってないんですよ。うんうんうん、そうでしたね。まあ、まあ危害を与えてないというか、はい、まあ、その結末を見にリングサイドに降りて行ったわけで、うん、で内藤が帽子をねこう出したわけじゃないですか、はい、それに応えた、はい、まあ、なるほどなと、うん、まあ宏夢選手が選択するとすればもうこのロスインゴ、うん、というかもうある程度予想していたということは、うん、まあ、その入ってきてもう、ね、受け入れようっていうのはもう頭の中にあったということですね。で実際なりましたね。どうですか、久々にねああやって、うん、もう本当至近距離にはね、うん、本当、うん、何年ぶりかにこう自分の至近距離に入ってきたわけでございますけど、印象としてはどうですか、宏夢選手。いや、いい感じになってるじゃないですか、仕上がってるじゃないですかね。仕上がってますね、うん、キャラクター的には。いや、いいんじゃないですか。もう色気も出てね。色気出ましたよね。うん、うん、あれは本当にもういい顔してましたよ。いい顔してますよね、うん、そういうね、まあ、新しいメンバーとこれからずっとやっていくわけじゃないですか、うん、これやっぱり同じジュニアとして、うん、まあ、セスタータクマする、間柄でもあるし、うん、まあ、ロスインゴとしてさらに上に行くための、うん、まあ、チームメイトという受け取り方ですかね、うん、これはね、うん、宏夢選手って若い時ってどのような接点があったんですか。いや、もう彼がヤングライオンだった時に僕が2012年入ってきてるんで、はい、うん、っていう感じですか。その頃の印象は。印象、若い時に、まあシングルマッチもやったことありますしね、うん、うん、印象って聞かれたら困っちゃうけど、困っちゃう。それと、はい、強烈な印象はあの時点ではないと、うん、まあ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 、まあ、ヤングライオンですね。はい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 。なんか将来的にこう伸びるようなこう予感みたいなのは、あ、でもなんかね、やっぱ試合後とかなんかいいコメントしてましたよ。いいコメント、ヤングライオンの時から、あ、うん、人の印象に残るようなコメントをちゃんとしていたと。うん、例えば道場でのエピソードとか、そのリング外道場のエピソードほとんど接点がない。まあまあ、そうですね、あんまないですね。はー、うん、あんまりじゃあ深い関係性ではなかったってことですね、当時はね、若い時。まあ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 、そうですね。まあたまに、なんだろう、ランドリーで会うとかじゃないですか。あるあるで言ったら。あるあるで言うと、プロレスラーあるあるでランドリーで、そう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 、結構絆が深まるってやつですね。それが今、こういう形で帰ってきて、うん、もうね、このコラケンの連戦から控室一緒になってるわけじゃないですか。うん、どんな会話してるんですか。何話してると思います。いや、知りたいです。知りたいですね。まあ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 。なんでしょうね。まあそれはそのうち本人から聞けるんじゃないですか。本人から。まあでもね、日本はどうとかね。うん、うん、海外のこの感じとかそういう感じは話はしますけどね。ああ、うん、お互いのそのフィールドをこうなんか報告し合ってるような感じ、これまで。うん、まあそういうのはありますけどね。うん、うん、まあ一回実際かまいたちで凱旋してる時にね、もう見てるんでね、試合は。うん、かな。そんな感じ。はい、でその宏夢選手が、IWGP ジュニアに挑戦するわけでございます。うんうんうん、まあ、これまではねご自身もその狙っていたタイトルを、うんうん、同じ、ね、ロスインゴベルドネスの人間が、うん、まあ、挑戦すると、うん、立場的にはどうなんでしょうか。立場的に、うん、まあでも変わらないと思いますよ、うん、一つの仲間として今ねロスインゴベルドネスデーハポーンとして、はい、まあ、動いてますけど、ライバルには変わりないですよ。いざ戦え場面になった場合にね、はい、どうしても戦うわけじゃないですか。もちろんです、うん、はい、どうぞ勝ってくださいって思う気持ちなんかないじゃないですか、誰だって。そうなった場合はもう必ずそういう場面もねこの先あると思うんでね、はい、うん、ロスインゴベルナベレス同士のベルトをかけた、うん、カードも、うん、もしかすると実現するかもしれない。あるかもしれないですよ。ですよね、うん、まあ、これはG1 の時にね、うん、内藤さんとイビューさんが、うん、その公式戦でものすごい試合やって絶賛されて、うん、
ああやっぱロスインゴ同士がやるとこういう感じね、クオリティの高いものになるんだなっていう、うん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 、まあ言ってみればその信用のようなものがそのファンの間にもできたんで、これは多分見たいなと、うんうん、ヒロム選手がベルトを取った暁には武士さんとのそのタイトルマッチが見たいという人が結構いるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうですかね、その辺は。ここはヒロム選手に取ってもらって、高橋ヒロム対武士のロスインゴ同士の IWGP ジュニアヘビー級戦を見たいと、あやっぱ見たいですと、うん、なるほど、はい、うん、来てますね。必ずしもそのロスインゴ以外の相手とだけではなく、ロスインゴ内でも見たいという声が結構多いですね。同門対決は燃えると。なるほど。とこうなるとやっぱりね、その後の、武士さんの出方にも結構注目が集まるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、まあそうですね、うん、なのでそこも含めてちょっとヒロム選手には頑張っていただきたいなというわけでございます。で来年のその、まあ、個人としての、うん、まあ、どういうことをやっていきたいか、今年はねその IWGP ジュニアを取るという目標を達したじゃないですか、はいはいはい、来年2017年は、うん、まあ、ジュニア戦士シングルプレイヤーとしての武士というのはどういったものを目指しているかというのを、もし今の時点で頭にあるようでしたら。あるとすればやっぱりベストオブザスーパージュニア優勝。あ、うん、これはまだ成し得てないですもんね。そうですね、うんうん、今年のね、そのスーパージュニア本当に、まあ、連敗から始めてしまったところをずっと巻き返していったじゃないですか、はいはい、うん、あの時に本当毎公式戦が終わるたびにニコプロの視聴者が、うん、優勝って予想してくれたからと、うんうん、もう毎コメントごとに、ね、言われてたじゃないですか、はい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 、あれはなんかこちらとしてありがたかったですね。あ、そうですか、やっぱりそういうものでこう結構後押しされるところっていうのはあるんですね。いや、 やっぱり頑張ろうっていうのは、ね、ありますよね。その優勝と予想されたことに関して、やっぱり応援されたら嬉しいじゃないですか。もちろんもちろん、うんうん、それと一緒だと思いますよ、うん、具体的な媒体名をああやってこう言うことってあんまりほら、うん、他の人たちやらないから、うんうん、まあ、強いて言えばそのトースポの岡本記者ぐらいしか出てこない中、うん、まあ、いかやまいかニコプロ の視聴者が優勝って押してくれたからってこう言ってて、うん、で本当ね、中盤以降は立て直してこうずっと連勝していって、うん、あと一歩っていうところまで行ったじゃないですか、うんうんうん、なんかそのなんか流れをこうニコプロの視聴者が見てていろいろ考えるんですよ、はいはいはい、こうなってこうなって誰が誰かに負けて誰かがこうなったらこう同率で並んでみたいのみんなあの時予想、うんうん、こう頭の中に描いてて、うん、それだから武士さんの発言によってみんながこう想像を膨らましてこう最後までこう楽しめたっていうのは実際あったんですね、うん、お、ちょっと間もなく無料終了終わっちゃいますよ。終わっちゃいますよ。これもうみんな登録してくれないと見れなくなるってことですね。そう、ここからそうです、ね、はい、ちょっと呼びかけてくださいよ。もうこっからすごい話入りますからね。幸せのハードルの低い話とかそんな話もありましたね。それもしますかね、はいはい、まあでもあのスーパージュニアで、うん、まあ最終的に公式最終戦で櫛田と仙台のね、はい、リングでメインで戦って、ええ、俺が負けた場合櫛田が2年連続決勝進出なるっていうのを、うん、まあ、阻止できたのが一番、うん、まあ嬉しかったですよね。ざまあ見ろってね。ざまあ見ろと。うん。ざまあを見せたかったわけですね、岸田選手に。うん。まあそこが出せてよかったなっていうのはありましたね、一番ね。うん、うん。まあね、結果としては、まあ、3連敗から始まって、まあ、ね、ちょっとね悔しい思いもしましたけど。うん。うん、まあ、最終的に終わりよければ全てよしじゃないですけどね。うん、まあ岸田の足を引っ張るっていうのがねできてよかったなっていうのはね。まあもちろんあれがあったからこそ9月のねタイトルマッチにつながってベルト奪取になりましたからね、うんうんうん、そうですね、あそこで終わりではなかったってことですよね、うんうんうん、今年のほとんどやっぱり対櫛田に費やしましたね。そうですね、うん、まあ、2月のね長岡にしかりね、はい、本当今年1年振り返ったら、まあ、櫛田と当たる戦いが多かったかなっていうのがありましたね、うんうんうん、まあ、でも一番の今年最後の櫛田との戦いは2日後ですからね、はい、そうですね、ニコプロのゲストが櫛田なんですよ、はいはい、そこで戦う、これでどっちが視聴が多いか、ね、数字が増えるかと、うん、ああ、そこまで考えてやってるか、どうあれも考えてますよ、ニコプロのために、ニコプロのために、はい、それぐらいやっぱり櫛田対櫛田っていうのはもうあらゆる面でも上回りたいと、まあ、まあ意識するところは
多いかなっていうのありますね。うん。